皆さんこんにちは、うさです、このいきなりごちゃっとした荷物を見せられて、一体何なんだと思っている人もいるかもしれませんが、なんとなく見たことある風景だなと思う方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。これ離島に行く準備、今うさしてるんですね。うさ、離島に行きまーす。というわけで、2020年3月の石垣島、竹富島、鳩間島をラストにですね、もう1年 ?8 ヶ月ぐらい、島、離島旅というのをしてなくて、1年8ヶ月離島行かないなんていうのは、うさの歴史上、もう何でもありえない話だったわけですよ。で、ちょっとずっと具合が悪いっていうのも、主治医の先生にも、やはり一つはその外に出れないっていうのが原因だっていうのを言われていて、で、この度緊急事態宣言ももちろん収まりましたし、感染数も相当減ってるし、で、うさ、もう8月にワクチン2回接種終えてるんですよ。で、飲食店も解禁になった、ちょうど解禁になった日に今喋ってるんですけど、というわけで離島に行くことにいたしました。で、うさ思い立ったが吉日というわけで、今週末に行っちゃおうと思って、土日で行くことにしました。なので、そんなに遠い島じゃないです。近場です。どこに行くかというのは、後々発表したいと思いますが、これ準備段階なんでね。今回はその土日で行くんだけど、一泊じゃなくて実は2泊なんです。ちょっと察してください。どういうことか。で、今回の荷物、また出してみたんですけど、いつもとちょっとパターンを変えてみたので、そこを見てもらおうかなーってざっくり言います。基本的には前にご紹介した、この右上に出ているリンク、出てますね。これと、入れてるもの基本的に一緒ですが、沖縄の島じゃないので、寒いと思うんです。もう11月だし。で、寒いってなるとうさね、本当に荷物何どうしていいか分かんなくなっちゃうの。本当に今天気予報で見ると、だいたい最高気温20度19度ぐらいで予想されてて、最低気温が11度ぐらいって予想されてるの。もうそれだけでもすごい幅があってね、何持ってけばいいのってちょっとパニックなんだけど、プラス風の予想の幅がめっちゃ広くて、風がサイトによって3メートルって予報をしてるところもあれば、17メートルって予測してるところもあって、で、風って風速1メートルで、体感温度1度下がるから、気温が20度で、風速が3メートルだったら体感17度なんだけど、もし気温が思ったほど上がらず15度ぐらいで、で、風が17メートル吹いたら体感マイナス2度なのね。もう着るもん違うやんってなるから、今回ちょっと本当どうしようもなくなって、もう今もテンパった状態で荷物作りました。で、じゃん、はい、ここ、もうここにうさのね、悩みが全部詰められてます。これちょっとグレーのぐじゃっとしたもの、何かって言いますと、これユニクロ様が誇ります極暖のヒートテックです。上下です。これさえあればなんとかなんじゃねえかという期待を込め、普段なかなか着ない極暖ヒートテックを持ち込んでまいりました。で、いつも通りこう右側にはね、いざという時これもあれば絶対大丈夫っていうワークマンさんのパーカーも用意されております。それからですね、じゃん、謎の明るいグレーの物体ありますよね。悩んだのがパジャマなんですよ。今回ドミトリーじゃなくて民宿に泊まるんですけど、うさ民宿にある浴衣みたいの大っ嫌いなのね。ぐっちゃってなっちゃうからうまく着れないし、だからパジャマは絶対持ってくんだけど、でも一つパジャマはパジャマしたのを持ってくんじゃなくて、外でも着れるやつを持ってっての予備にするっていうルールに基づいてるんだけど、いつもは黒のガウチョを持ってくのね。ただ今回薄っぺらい黒のガウチョパンツを持ってってで、寒いんじゃねえかっていうのがすごい出てきまして、これジャンパースカートなんですよ。で、極暖のヒートテックを着て、ジャンパースカートの方があったかいんじゃないかという、ちょっと一番その期待を込めて、初めてパジャマにこのジャンパースカートをセレクトしてみました。岸と出るか京都出るかはちょっと帰ってきてからご報告いたします。マスク絶対いるでしょ。だから、これ鼻セレブのね、袋に入ってるけど中身話せればじゃなくて、コロナ前に買って家宝みたいに残ってた紙の安いマスク
が3枚入ってます。そしてその上にあるのがあのユニクロさんのマスクなので重ね付けを一応しようと思ってます。でロキソニンテープね、なんで湿布持ってくのあんたって。うさね、今ちょっと右足痛めてんだよね。あの右足痛めてるのに離島行くなよって言いたい気持ちはわかるけど、ちょっとあのもう気持ち優先させていただきます。うさ初めて旅行に自撮り棒持ってきます。あ、ずっと言い忘れてた、これ一人旅、あのうさ離島旅イコール一人旅なので、クマは置いてきます。バイバイクマ。で自撮り棒持ってって何をしようかと思ってると、星を撮ろうと思ってるんです。あのうさね、Google Pixel っていうスマホに2020年の夏ぐらいに買い替えたんだよね。でそれなんでかっていうと星が撮れるからなの。うさ離島に行って、夜空がすっごい綺麗で星が綺麗なの大好きなんだけど、毎回歯がゆいのが星空が撮れないということなんだけどもね、この Google Pixel 4は星空が撮れる素晴らしいスマホということで、他のあの機能とか全無視で星取れるっていうことだけで買ったらマイクロ SD がないってことで結構落ち込んだんだけどね、とにかくあの星を、まだ離島の星をこれで撮ってないんですよピクセルさんで。なので今回は何としても星空を収めたいんですが、今のところ天気予報、夜曇りなんですよ。頼むから晴れてくれと思っております。そしてはいちら、よいしょ、パンパティって書いてある黄色い袋あんじゃん。これね、最近あの見つけた美味しいパン屋さんでカレーパンがすごく美味しくて有名なんだけどって、それ関係ない話。今回なんでこのパンパティの袋があるかっていうと、あのパンをすごいクマがこの間たくさん買ってきてくれて、でね、あのパンパティでせっかく買うのに、あのコロッケパンとかクロワッサンとかなんか普通のパン買ってきて、どうせならなんかそこ名物みたいなもの買ってきてほしい。まあそれも置いておいて、あのこの袋があのデカめのビニール袋で良さげなのはこれしかなかったのね。あのうさ断捨離した時にビニール袋いらねえじゃんでポイポイって捨てちゃって、あのうさ離島に行く時にお風呂に行く用のでかいビニール袋っていうものを毎回あのなんか買い物の残りみたいので賄ってたことをすっかり忘れてて、まさかのパンの袋で、お風呂入りきます。あの温泉がなんかすごい有名なところらしいからちょっと楽しみにしてます。はい、そんなわけでまあこれ荷造りしたんですよ。で当日着てくもの、もうこれにもなんか悩み感がすごい出てるから見て、ダダダン、はい、なんだこのぐちゃっと。まず右上から説明していきます。右上1時の方向にあるのが帽子です。これもね、ニット帽と悩んだのよ。でもね、20度万が一あった場合ニット帽暑いから、キャスケットにしました。で、あの離島でなんで帽子かぶるかっていうと、ウサの髪の毛が今すごい中途半端で一つに縛れないのよ。だからあの帽子かぶんないとぐちゃぐちゃな髪の毛をね隠せないから、今回はちょっと仕方なく帽子かぶります。でその下、これは裏肝ヒートテックのズボンです。これもね、もし20度あって風がなかった場合暑いと思うのよ、歩き回るから。でもウサの過去の記憶上、寒いって悲劇なんだけど、暑いはねそこまで悲劇じゃないのよ。だからちょっとあの安牌を取らせていただきました。そしてその下、さっきあの荷物に持ってたのは極暖ヒートテックの上下だったんだけども、これはあのヒートテックじゃない、通常の綿の上下、もう全部グレーだねウサね。通常の綿の下着上下のグレーです。で、グレーなので暑かった場合にロンティーみたいに着ても多分変じゃないと思うの。だからこれにしました。そしてその下はあの靴下とハンカチだからあんまり関係ないんだけど、はい、なんかねウルトラライトダウンって書いてあるオレンジの変な物体あるじゃん。これねウサがね今まで買い物した中でわりかし失敗したなと思ってるものなの。あのウルトラライトダウンの長袖って、あのコートのインナーに着るやつみたいな感じで売ってる長袖あるじゃない。あれと勘違いして通販で買っちゃったやつで、あのすごいボワッとしてるやつなのね。だから全然スリムじゃないじゃん、かさばるのよ、荷物にもなるのよ。でも今回どうやら初めてこれが役立ちそうで、ウサですね寒いとこ行くときはあのコートを、中綿コートボワボワのを着てくんですけど、万が一あの暖かくてコートがいらないってなった場合に中綿ボワボワコートを持ち歩くのってめっちゃしんどいじゃない。だけどこれなら最悪リュックの底にしまえるんですよ。なので
ちょっと今まで買って失敗したなって思ってたんだけど、このウルトラライトダウンボアボアさんを初めて投入します。で、一番最後左上ですかね、これはまたグレーだね。もうなんかグレーで全部よくわかんないけど、これグレーのフリースです。フリースはね、使い勝手いいから、多少暑くても多少寒くても多分いい感じにしてくれるかと思いますユニクロ率高えな。ウサはユニクロさんとワークマンさんでできております。あとパンパティさんね、パン美味しいね。というわけでこんな感じで、今回本当に直前に決めたので洋服本当に分かんないし、で結構天気予報ヤフーとか日本気象協会とかいろんなところで天気見れるんだけど、今回ばらけてんの。毎日見てるんだけど、更新するたびに温度とか天気がガラガラ変わるから、多分相当天気が読みづらい場所なんだろうな、もしくはその時に何かが近づいてきてるんだろうなっていうのは思ってます。さあどうなるんでしょうか。果たして星は撮れるのか、そして綺麗な海は撮れるのか、そしてウサは元気に歩き回れるのか、湿布は貼るのかといういろんな研究要素が詰まってるんですけれども、行ってきます。船に乗ったら多分ヒデさんの曲が聴けるんじゃないかな。これ大ヒント以上ウサでした。旅に行く今週末が楽しみです。じゃあね、バイバーイ。